税金の無駄遣いねなんか税金の無駄遣いってよくありますけども基本的には税金って無駄遣いすればするほどその使った税金っていうのが民間のお金になっていくるんで基本的には大歓迎ななのかなと思うんですよ例えば最近ねコラボっていうね、まあ、キーワードがたまに出てくるんでざっくりとお話しすると私もよくわかんないんですけども東京都がなんかその民間の NPO みたいな団体に 補助金をいっぱい出してるんだけどもその補助金が、ね、あまりにもずさんな帳簿管理のもとにもう払ってはいけないようなお金までだん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 出しているとでそこに対して監査請求を出したらもう大体その監査請求は却下されるんですよつまりは担当者の責任になるからもう監査しませんみたいな感じになるんですよねでも今回、えー、このコラボを関連する団体に対してはちょっと調査を入れたらしいんですよそうすると確かに無駄遣いをいっぱいしてるねみたいな感じになるんですけども まあ乱暴な言い方ですけども税金を無駄遣いすることによってそのお金っていうのは例えばあ誰かのね消費に変わるわるけですよねでその無駄遣いとされている税金を手にした人は必ずドラッグストアで何か買ったりとかコンビニ行ったりとか宿泊したりとかまあアパレル買ったりするわけです。そししたらお金金はは民間でで使われるんで実はね税金の無駄遣いってローせずして 国民の所得を増やしている経済を活性化しているっていう見方もあるんですよね。まあそこの無駄遣いを埋めるために税金回収みたいなことをすると何やってんだみたいなことになるんですけどもそもそも税金ってのは財源ではなくって今度ねあの予算が114兆円かなんかに決まりましたけど来年度予算。あれってのは最初に執行するんですよね。回収が後なんですよ。しかも回収できてないんですよね。半分も回収できてないんですよ毎年毎年。でも、全然、 税収が60兆円70兆円くらいだからじゃあその間で、えー、予算組もうかなってことにはならないっていうのはどういうことかっていうと税金がそもそも財源ではなくて税金はあの配りすすぎぎたものを回収してるに過ぎないんですよねだから所得の大きい人から取ってあんまりお金のない人からは取らないみたいなそういった調整弁になってるわけですけどもあの私が思うのはねお店をやってきて思うんですけどもどんな理由でもいいからうちの店に金使ってくれないとうちの店の経営ができないってことなんですよ。 そうすると一つの店がなくなるだけでそこの経済活動が止まってまあ多くの意味で言うと広広島島市、広島県の売り上げが減るんですよね。もちろん私の店で使わなかった人は他で使うっていう考えもありますけども少なくとも私がマージャン店を辞めたのをきっかけにマージャンを辞めたっていう人もいるわけですよ。そうするとマージャン店マーケットからは消費金額が失われてその中の一部は。 に浪費するはずだったお金を貯金の口座に入れたままでそのままでもしかしたらあの塩漬けになるかもしれないですよね。うん、だからそういったところからあの個人ではとても使い切れないような数十億とかねそういった金額っていうのは実は課税するべきじゃないかっていう動きもあるんですよ。もちろん法的にはいろんな税金を払った上で個人の所得になったものを手をつけるっていうのはまあ 許されないことでもありますけどもでもでねそのなんか預金を作った人がじゃあ生涯にそのお金使うんですかっってて考えたら日本のの経済の停滞にもつながってるわけなんですよじゃあその使わない預金の30億円のうちのね3億円でも回収してそれをお金がなくって渡したら今日にでも使うような人に渡したらその分だけ経済が活性化して豊かになるんじゃないかなっていうふうな考え方もあったりしてそれは随分筋が通ってるなと思うんですけどね。まあ、とにかくね世の中に無駄遣いはないんじゃないかなと。 そんなパチンコなんてやって無駄遣いとか言いますけども、パチンコを無駄遣いしてもらえるおかげで、パチンコ屋の社員さんとかはきちんとね雇用保険付きの給料がもらえるし、家族を養えるし、将来パチンコ屋さんで働くんだみたいな意欲を持った若者も育つのかなと思うんですね。そんな競馬に競輪にお金つぎ込んでどうせ点々でしょうって言ってね無駄遣い扱いされてる人も、それによってジョッキーの給料が生まれたりね、競輪選手のトレーニングの 金にななったりとかするわけなんで結局誰かがお金を使うってことはその無駄かどうかっていうのはその使った本人以外は評価できないし無駄遣いと思いながら使ったお金ですら必ず誰かの役に立ってるんでまあ最終的には無駄じゃないかなと、まあ、私がねトランザムのナ,ナ,ナイト 2000C をそこ置いてますけども運転してないですよ全然動かしてないですよでもこの車を維持するのにも毎月毎月お金かかってるんですよということは のの維持に関わるるる人のマーケットを守ってるとも言えるんですよねだから一部ねそうやって、うん、無駄遣いをしている人のおかげで、まあ、暮らしていけるマーケットがあるのかなっていうことなんで確かにねあのエネルギーの無駄を避けるべきだと思います例えば電気つけっぱなしで誰も使ってないとか水を出しっぱなしで誰もねそれを飲まないみたいなところはこれは止めるべきだと思いますけどもでもなんかねその いいいいい無無駄駄っていうかかねね有効ななななはあるんじゃないかなと思いながらですよ、ね、だから50代になってアイドルの握手券欲しさに CD いっぱい買うのもこれも無駄じゃないのかなとも思いますしねまあ仮に CD が大量廃棄されても結局 CD っていうのはいつか廃棄されるもんですからねそれが今日廃棄されたのか30年後にも聴けなくなったから廃棄するのか結果は一緒だってことなんじゃないかなと思います乱暴な言い方でするんねはいじゃあいってらっしゃい